全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。成功している会社は社長が突出しているということはよく言われることです。不況と言われる出版業界においても、社長の経営哲学を記したビジネス書は人気があります。過酷なグローバル競争の中でも会社を成長させていく社長の理念や考え方には学ぶべきところがたくさんあります。しかし、成功している社長の言葉を真に受けすぎるのも問題です。なぜなら、社長の言葉はあくまでも会社を成長させるためのものだからです。必ずしも社員にとって良い言葉ばかりではありません。場合によっては社員をうつ病に陥れてしまう言葉もあります。今回は世にあふれているビジネス書の中から、私が気になった社長の名言をピックアップしてみたいと思います。名言、伸びることのできる人の条件として、もう一つ私が確信していることがある。それは、会社を思う気持ちが強い人、オーナーシップを持って会社のために仕事ができる人だ。これはある会社の経営者の名言です。社員一人一人がオーナーシップを持って仕事をする、意識の高い社員を育てる良い考えだと思います。私もサラリーマン時代は、経営者視点を持てとよく言われていました。でも、よく考えてください。給与は平社員のままです。役員報酬をもらえるわけではないのに、経営者レベルの仕事をしろと言っているのです。仕事そのものに生きがいを感じている社員なら良いかもしれませんが、大多数の社員にとっては、給与は変わらずに仕事だけが増えるということに他なりません。そういったことが美徳になっているのです。オーナーシップ、経営者視点の名のもとに、社員の責任だけが重くなり、長時間労働が当たり前になり、そして残業代が支払われないこともあります。私は社労士事務所に勤務していた時に、100社以上の会社の給与計算をしていましたが、労働基準法通りに正しく残業代を支払っていた会社はほとんどありませんでした。社長の名言とは、会社経営の名言です。そのような名言が書かれたビジネス書を読んだ社長の多くが、自社にその考えを取り入れています。言葉は悪いかもしれませんが、ブラック企業がなくならないのは、このようなビジネス書があるからだということもできます。ただ、勘違いしないでほしいのですが、私はビジネス書そのものが悪いとは思っていません。私自身ビジネス書はよく読みますし、毎月海外のビジネス書が届くサービスも受けています。大事なのは、自分は何から影響を受けるのかということと、悪影響を与えるものを排除するということです。人は接触回数の多いものから無意識に影響を受けます。あなたが日頃読んでいる本やテレビ、新聞、雑誌といったものは、あなたにどんな影響を与えているか自分で分かっていますか？良い影響を与えてくれるのは誰かを見定め、悪い影響を与えるものを遠ざける。これを意識的にやるだけでだいぶ楽になります。ストレスも軽減されますし、個人的にはうつ病で苦しんでいる人にも取り入れてほしい習慣です。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。